露天と願いの木があり、祭日の雰囲気が現れていること、それと遠方に月が含まれているのが望ましい。場所を変えて書いた方がいいのかな。リクエストに合わせて。違う、この構図じゃダメ。私に話しかけていましたか？私の後ろに何かいるんですか？びっくりさせないでください。すみません、先ほどは気がつかなくて。私の名前を覚えてくれているのかな。あれ、私名前言ったっけ。軽く会ったことがあるだけだし、私の名前知らないよね。もう一回自己紹介した方がいいのかな。気まずい空気にならないように、ここは積極的に行くべき。私は、そうです、私オリエって言います。よかった、覚えててくれた。私も覚えていますよ。漂白者ってお名前ですよね。交流社員の依頼で月水祭をテーマに絵を描かなきゃいけないのですが、なかなか筆が乗らなくって。描き終わったら帰ります。まだ大丈夫ですよって、あれ、もうこんな時間？大丈夫です。静かな場所が好きなので。それに私の家はここからそう遠くないので。オリエ、なんだか放っておけない人だ。私ですか？別にお腹は減って。いいんですか？ありがとうございます。でも私まだ書き終わって。でしたら、お言葉に甘えて。恋
じさんの料理と同じ味、いや、さらに違うスパイスも加わってもっと美味しいです。私、楽しかったです。全部楽しい思い出でした。本当のことを言うべきかな。ダメ、心配かけるくらいなら嘘をついた方が。実はここ数日依頼が多くて、天行さんのうちわ屋さんのお手伝いもしていたので、ちゃんと回れなくて。私、うちわ屋さんのお手伝いはダメだったみたいです。ただ1時間座ってただけなのに、その後ずっと家で休んでました。それに一緒に見て回る人もいないし、人が多い場所は苦手だし、一人でお祭りを楽しむのは恥ずかしいし。待って、今本当のこと言っちゃったよね。いつもなら知り合ったばかりの人には言わないのに。私、緊張してるのかな。愚痴を言ってるって思われちゃったかな。もしかして面倒くさい人だと思われた？つまらなかったわけじゃないんです。イベントでたくさん依頼をいただけて、露店の手伝いで手当もいただいて、この数日だけで 3,4 ヶ月分の借金を返せるくらい稼いだんですよ。やっちゃった。これじゃあもっとかわいそうな人になってない？全部閉まってるね。でもまだ願い事はできる。ここは私は その前に漂白者さんにお願いしたいことがあって。漂白者さん、絵のモデルになっていただけませんか？あそこで10分ほど、いえ5分ほど、いえ3分ほど立ってもらえれば大丈夫なので。こう衝動というか、絵の中のあなたを想像したら無性に描きたくなってしまって。そんなことありません。依頼の方はまた考えることにします。今から描くこの絵は自分のためのものなので。